セミノール戦争、フロリダ戦争としても知られるは、セミノールと総称される、様々なインディアンとアメリカ合衆国とのフロリダにおける三次の戦争である。第一次セミノール戦争は1817年から1818 18年、第二次セミノール戦争は1835年から1842年、第三次セミノール戦争は1855年から1858年であった。 しばしばターンにセミノール戦争と呼ばれる第二次セミノール戦争はアメリカ独立戦争からベトナム戦争の間でアメリカ合衆国が関わった戦争では最も長く続いた戦争だったインディアンたちはこれをインディアンのベトナム戦争と呼んでいるインディアンにはヨーロッパ人がもたらした薬病に対する抵抗力がほとんどなく また、スペイン軍がフロリダ北部でインディアンの反乱を弾圧したことで、この地域にヨーロッパ人がトライするとフロリダインディアンの人口は減少した。また、カロライナの州兵とそのインディアン同盟がフロリダ半島全域で幾度も攻撃を仕掛け、18世紀初頭までには残るインディアンのほとんどを殺害したか捕虜にした。1763年に、 スペインがフロリダをイギリスに割上する際、スペイン軍はわずかに生き残ったフロリダインディアンをキューバに送った。アメリカ南東部の様々な部族は新天地フロリダへの移住を開始した。1715年にはヤマシー族がスペインの同盟者としてイギリス植民地軍との紛争後にフロリダへ移動した。クリーク族はまずローワークリーク族がフロリダに移り始め、 やがてアッパークリーク族がこれに続いた。七ティゴを話すグループの氏族である三日月族は現在のタラハシー近郊の三日月湖周辺に入植した。この一族は今日まで三日月族として独自のアイデンティティを維持している。カウキーパー率いる七ティゴを話す。 他の集団は、スペイン人が17世紀に牧場を経営した土地、現在のアラチュア軍に入植した。最も有名な牧場の一つが、ラチュアと呼ばれていたので、この地域は、アラチュア大草原として知られるようになった。戦闘オーガスティンのスペイン人は、アラチュアのクリーク族を、野蛮や奴隷といった意味の、シマロンと呼び始めたが、これが、セミノールの語源である、可能性は高い。 このシマロンという名は、やがて、フロリダの他の部族をも指すようになったが、各部族は依然として、個々のアイデンティティを維持していた。セミノール戦争時点で、フロリダにいた他のグループには、カルーサ地方の出身と信じられていたため、スパニッシュインディアンと呼ばれていた、ユチや、フロリダ海岸部のスペイン人、キューバ人の魚場で暮らしていた、牧場インディアンなどがある。また、 18世紀のフロリダへの移住者には逃亡奴隷もいた。スペイン領フロリダに着くことができた奴隷は本質的には自由であった。スペイン当局は逃亡奴隷を歓迎し、戦闘オーガスティンに隣接したフォートモーセの住民として居住することを許可し、都市防衛のため彼らを民兵として起用した。他の逃亡奴隷は時に奴隷として、時に部族の自由なメンバーとして様々な セミノールの一団に加わった。いかなる場合でも、フロリダインディアンの下の奴隷制の重荷は、栄領の植民地のそれより、かなり軽かった。ジョシュアリード・ギディングスの1858年の記述によれば、彼らは奴隷を自由と奴隷の中間で所有し、奴隷は、通常自分の家族と共に暮らして、自分の時間を持ち、少量のトウモロコシや野菜を主人への支払いに充てる。 このクラスの奴隷は白人に取りもっとも嫌なものであると言う。スペインが1763年にフロリダを去った時、フォートモーセの元奴隷の大部分はキューバに行ったが、様々なインディアン部族と共に泊まるものもあり、南北カロライナ州やジョージア州の奴隷たちはさらに、フロリダへと逃亡を続けた。フロリダに泊まったか、または後に、セミノールに加わった黒人たちは、 部族社会に融合して言語を習得し、部族の衣装をまとい、婚結婚をした。これらのブラックセミノールの何名かは、部族の重要なリーダーとなった。アメリカ独立戦争の間、フロリダを支配したイギリスは、ジョージア州の開拓地の襲撃のために、セミノールを募集した。戦争の混乱はまた、フロリダに逃亡する奴隷の数を増加させた。これらの出来事は、 セミノールというアメリカ合衆国にとっての新しい敵を作った。1783年、アメリカ独立戦争を終わらせた条約の一部として、フロリダはスペインに返還された。スペインのフロリダの掌握はそれほど強くはなく、セント・オーガスティン、セント・マークス、ペンサコーラに小さな守備隊がいるのみだった。このため、フロリダとアメリカ合衆国との境界は制御されなかった。 アメリカの不法入居者たちがスペイン領フロリダに移っていたとき、三日月と他のセミノールのグループはまだ教会の合衆国側の町を占領していた。1763年、フロリダはイギリスによって東フロリダと西フロリダに分割され、そして1783年にスペインがフロリダを取り戻したとき、スペインは分割をそのままにした。西フロリダは アパラチコーラ川からミシシッピー川に拡大した。それらのルジアナの所有地とともに、スペインの支配力はアパラチア山脈より西のアメリカ西部を流れるすべての川の下流域に及んだ。マニフェストデスティニーとして知られる拡張の省令に加えて西部の川での自由な交易を前提とすること、そしてフロリダを ヨーロッパ諸国によるアメリカ合衆国の侵入のための基地として使用されることを防ぐことのためにアメリカ合衆国はフロリダの取得を望んだ。1803年のルジアナバイジューによってミシシッピー川の河口はアメリカの手に渡ったがアラガマ、ミシシッピー、テネシー及びジョージアの大部分はメキシコ湾に達するまでに東フロリダまたは 西フロリダを通り抜けた川によって荒らされていた。米国は、ルイジアナバ州による土地は、パーティド川西の西フロリダを含んでいると主張した。一方で、スペインは、西フロリダは、ミシシッピー川まで伸びていると主張した。1810年、バトンルージュの居住者たちは新政府を樹立して、地元のスペインの取を占拠し、アメリカ合衆国による保護を要求した。 ジェームズ・マディソン大統領は、オーリンズ巡州知事のウィリアム・シー・シー・クレーボーンに、ミシシッピー側からはるか東のパーディド側までの、西フロリダを差し押さえることを認可したが、クレーボーンは、パール側以前のエリアを占領するにとどまった。マディソンはその時、ジョージマ・シューズをフロリダに対処しに行かせた。西フロリダの残りを米国に引き渡すという申し出が、西フロリダの知事によって無効にされた時、 マッシューズはバトンルージュに起こったことと同様の反逆をそそのかそうとして東フロリダを歩き回った。しかし東フロリダの居住者たちは現状に満足であったため代わりに志願兵部隊がジョージアで挙兵された。1812年3月数隻のアメリカ合衆国海軍の砲艦の援助を受けたこの愛国者の軍隊はフェルナンディナを占領した。 フェルナンディナの占領は、もともと、ジェームズ・マディソン大統領によって認可されたのだが、彼は後に、それを否認した。愛国者軍は、戦闘ガスティンのカスティリオでサンマルコスを占領することができなかったが、しかし、イギリスとの戦争の提案は、東フロリダへのアメリカの侵入を終えることにつながった。1813年に、アメリカ軍はスペインから、 アラバマ州モービルの奪還に成功した。愛国者軍がフロリダから撤退する前に、スペインと同盟を組んでいたセミノールは彼らを攻撃し始めた。これらの攻撃は、セミノールが敵であるとするアメリカの意見を補強した。また、戦いにおけるブラックセミノールの存在は、愛国者軍の中のジョージア人たちの間に、奴隷の反逆という昔の恐怖を思い起こさせた。 1812年9月、ジョージアシガン兵の中隊は、アラチュア大草原に住んでいるセミノールを攻撃したが、あまりダメージを与えられなかった。1813年はじめには、より大きい軍隊が、アラチュア大草原のセミノールの村から彼らを追い出し、数千頭の牛を殺したり追い払ったりした。アンドリュー・ジャクソンは、第一次セミノール戦争中に、フロリダに侵略した。 第一次セミノール戦争の始まりと終わりの日付はしっかりと確立されていない。米国陸軍不評隊では1814年から1819年まで続いたとしている。アメリカ合衆国海軍の海軍歴史センターは1816年から1818 18年としている。別の陸軍サイトは1817年から1818 18年としている。最後に、 第五夜戦特化第一大隊は戦争は唯一1818 18年に起こったと記述している。フロリダのセミノールに影響する次の大きい出来事は1813年から1814年のクリーク戦争であった。1814年、アンドリュー・ジャクソンはホース州ベンドの戦いでクリーク族のレッドスティックスイッパに打ち勝った後に国民的英雄となった。 彼の勝利の後、ジャクソンはクリーク族にホートジャクソン条約を押し付け、ジョージア南部とアラバマ中部及び南部のクリーク族の土地を集奪した。この結果、多くのクリーク族がアラバマとジョージアを去ってフロリダに移動した。1814年にもアメリカ合衆国と交戦していたイギリスは西フロリダのペンサコーラや他の場所に軍隊を上陸させ、 インディアンの同盟を編成し始めた。1814年5月、イギリス軍はアパラチコーラ側の河口に入り、セミノール、クリーク、及び逃亡奴隷に武器を配った。イギリス軍は上流に移動し、プロスペクトブラフに砦を築き始めた。ジャクソン将軍率いるアメリカ軍は、モービルへの攻撃によって、イギリス軍と彼らのインディアン同盟軍を撃退した、あと、ペンサコーラから、 イギリス軍を追い出した。しかし、プロスペクトブラフの砦は機能し続けた。米英戦争が終わった時、イギリス軍部隊はイギリス海兵隊のエドワード・ニコルズ少将を除いて西フロリダへ去った。彼は大砲、マスケット銃及び弾薬を砦に供給することを指示し、頑丈薬がジョージアとアラバマのクリークの土地を含む戦争の間に失われたすべてのインディアンの土地の 復帰を保証するとインディアンに伝えた。しかしセミノールは砦の守備には関心がなく彼らの村に戻った。1815年の夏にニコルズ少将が去る前に彼は地域の逃亡奴隷に砦の戦友をするように誘った。この砦の噂は広まり、それはすぐにアメリカ南部の白人たちにニグロ砦と呼ばれるようになった。 彼らは自分たちの奴隷が逃亡したり反乱したりする危険な予感として砦を見ました。エドモンド・ペンデルトン・ゲインズの肖像がアンドリュー・ジャクソンはニグロ砦を排除したがっていたが、それはスペイン領内にあった。1816年4月、彼はスペインがその砦を排除しないのなら彼が排除することを西フロリダ総督に知らせた。総督は、 彼には砦を取り返す手段がないと返答した。ジャクソンはエドモンド・ペンデルトン・ゲインズ准将を砦の対処に割り当てた。ゲインズはフロリダの境界のすぐ北のフリント側にスコット砦を作るようにダンカン・ラモンとクリンチ大佐に指示した。そしてゲインズはニューオーリンズからアパラチコーラ川経由でスコット砦へ供給するという彼の意思を明らかにした。これは スペイン領と、ニグロトリデを通り過ぎることを意味していた。ゲインズは、スコットトリデに供給するのに、アパラーチコーラを使用することは、米国陸軍がセミノールと、ニグロトリデを監視することになり、そしてもしトリデから補給船へ発砲するならば、それは、アメリカ軍にトリデを破壊する口実を与えるであろうと、ジャクソンに伝えた。スコットトリデへの供給船体は、1816年7月に、 アパラチコーラに到達した。クリンチは100人以上の米兵とおよそ150名のクリーク族の軍隊と共にアパラチコーラを進軍した。供給戦隊はニグロトリデでクリンチに出会い、そして戦隊を率いた2隻の砲艦がトリデから川を横切って位置についた。トリデの黒人はアメリカ兵と彼らのクリーク同盟軍に向けて大砲を発射したが、 しかし大砲を向ける際の訓練も経験もなかった。アメリカ軍は撃ち返し、そして砲艦によって撃たれた9番目の発砲は、鳥の火薬庫に落ちた。この結果起こった爆発は、ペンサコーラから1 6 0トル以上離れたところでも聞こえて、鳥を破壊した。鳥にいたおよそ320名のうち250名以上は即死し、そして、 さらに多くの人はすぐ後に負傷により死亡した。砦の破壊の後、アメリカ陸軍はフロリダから撤退したが、アメリカからの不法入居者と無法者は、セミノールに対して襲撃を実行し、インディアンを殺して、彼らの奴隷と牛を盗んだ。アメリカの白人によって遂行された殺害と窃盗に、関する憤りは、セミノールたちの中で広まり、 それは報復と、特に入植者から牛を盗むことに通じた。1817年2月24日、セミノールは、ジョージア州、カムデン軍在住の女性、ギャレット夫人と、彼女の3歳になる子供と、生後2ヶ月の子供を殺害した。セミノールを探すアメリカ軍米軍の要塞に攻撃を、加えるセミノールファウルタウンは、スコット砦のおよそ15マイル東の、 ジョージア南西部の三日月の村だった。ファウルタウンのネアマスラ州長は、フリント川東側における土地の使用について、本来そのエリアは三日月の主権があると主張して、スコット取の指揮官と口論になった。ジョージア南部の土地が、フォートジャクソン条約で、クリーク族に割譲されていたが、三日月は自分たちがクリーク族であるとは考えず、また条約に束縛されることを嫌い。 さらにクリーク族には、三日月の土地を活用する、どんな権利も受け入れなかった。1817年11月、ゲインズ将軍は、ネアマスラを差し押さえるために250名の部隊を送った。最初の試みは、三日月によって撃退された。翌日の1817年11月22日、三日月は彼らの村から追い出された。このファウルタウンへの攻撃を、 戦争の始まりの日付とする歴史家もいる。元ジョージア州知事で当時クリークインディアン管理官であったデビッド・ブライディ・ミッチェルは議会への報告書にファウルタウンへの攻撃が第一次セミノール戦争の始まりであると述べた。一週間後、R.W. スコット中尉が指揮していたスコットトリデへの供給船はアパラチコーラ川で攻撃された。40から50名の兵士が ボートの上にいて、この中には20名の病気の軍人と、軍人の妻が7名、及びことによると何人かの子供が含まれていた。ボートの乗員のほとんどは、インディアンによって殺された。1名の女性が捕虜となり、6名の生存者が取り出に行った。ゲインズ将軍は、フロリダに侵入しないように命令され続けていて、後に、フロリダへの短い押し付けを許容するために修正された。 アパラチコーラのスコットの虐殺のニュースがワシントン DC に届いたとき、ゲインズはスペインの設備を一つも攻撃せずにフロリダに侵入してインディアンを追跡するように命令された。しかしゲインズはフェルナンディナを占領した海賊に対応するため東フロリダに向けて出発した。ジョンカルフーン陸軍長官はフロリダの侵入を導くようにアンドリュー・ジャクソンに命令した。 1818 18年3月、ジャクソンはスコット砦に彼の軍を集めた。その軍は800名の米国陸軍正規兵、1000名のテネシー州志願兵、1000名のジョージア州民兵、及びおよそ1400人の好意的なローワークリークの戦士を含んでいた。3月13日、ジャクソンの軍隊はアパラーチコーラ川を下って進軍し、フロリダに入った。 ニグロ砦デの場所に着くと、ジャクソンは兵士に新しい砦、デ、ガズデントリデを建設させた。軍隊は、その後、三日月湖周辺の三日月の村へ出発した。3月31日、タラハシーのインディアンの町を燃やし、その翌日、三日月の町を占拠した。300名以上のインディアンの家が破壊された。その後4月6日にジャクソンは南へと向かい、セントマークスに到着した。 セントマークスでジャクソンはスペインの取りを占拠した。そこで彼はバハマ諸島で仕事をするスコットランド人商人のアレクサンダー・ジョージ、アーバス・ノットを見つけた。彼はフロリダのインディアンと交易していて、インディアンを代表してイギリスとアメリカの当局に宛てた手書きの手紙を持っていた。銃を販売していたために彼はインディアンに戦争の準備をさせていると噂された。 彼のインディアンとの主な交易の品目は鹿の川でおそらく彼はインディアンが鹿を狩るために必要としていたので銃を販売していた。二人のインディアンの指導者、ジョサイア・フランシスとホマスレ・ミコはイギリスの国旗をはためかせながらセント・マークスに闘病していたアメリカの船に向かって行き、そして捕らえられた。ジャクソンがセント・マークスに到着するとすぐに二人のインディアンは 岸に連行され、公主刑にされた。ジャクソンは、スワニー川沿いの村を攻撃するために、セントマークスを離れた。川は主に逃亡奴隷によって占領されていた。4月12日、軍隊は、エコンフィナ川沿いに、レッドスティックスの村を見つけた。およそ40名の戦士を殺し、およそ100名の女性と子供を捕らえた。彼らは村で、 その前年の11月にアパラチコーラ川の上の補給船への攻撃時に捕らえられた女性、エリザベス・スチュワートを見つけた。行軍中、ルートソいのブラックセミノールに苦しめられながらも、軍隊はスワニーの村に人影がないことを知った。この時、元イギリス海兵隊で自称イギリスの担当官のロバート・アングリスターが、ジャクソンの軍隊に捕らえられた。セミノールと黒人の 主な村を破壊したので、ジャクソンは勝利を宣言し、ジョージア民兵とローワークリークらを家に帰した。残った軍隊はセントマークスに戻った。セントマークスでは軍事法廷が召集され、セミノールを支援し彼らに戦争を先導し、合衆国に対して向かわせた罪でアンブリスターとアーバスナットを告発した。 アンブリスターは罪を認めたが、アーバスノットは合法的な取引に従事しただけであったと無実を主張した。裁判所は両方の男性に死刑を言い渡したが、その後緩和され、アンブリスターの罰を50回の鞭打ちと1年の重労働に変えた。しかし、ジャクソンはアンブリスターの死刑を復活させた。アンブリスターは1818 18年4月29日に、 銃殺隊によって処刑された。アーバスノットは彼の持つ船の桁端から公主刑にされた。ジャクソンはセントマークスの守備隊を去り、ガズデントリデに戻った。ジャクソンは最初に全てが平和であり、自分はテネシー州ナッシュビルに戻る予定であると報告していた。後に彼はインディアンが集まってスペインから供給を受けていると報告し、 5月7日に1000名の兵士と共にガズデン砦り出を去り、ペンサコーラへ向かった。西フロリダ総督は、ペンサコーラのインディアンの大部分が女性と子供であり、男性は非武装であったが、ジャクソンは止まらなかったと主張した。ジャクソンが5月23日にペンサコーラに着いたとき、総督と175名のスペイン守備隊は、ペンサコーラ氏をジャクソンへ明け渡してバランカストリデに退却した。 両軍が二日間砲撃を交わし、スペイン軍は5月28日にバランカストリデを明け渡した。ジャクソンは西フロリダの軍事知事としてウィリアム・キング大佐を残して帰還した。ジャクソンの行動には国際的な反響があった。国務長官のジョン・クイン・シー・アダムズはちょうどフロリダ買収のためにスペインとの交渉に入ったところであった。スペインは 西フロリダの侵入と選挙に異議を申し立てて交渉を中断させた。スペインにとっては合衆国に報復するか、または無理やり西フロリダを取り戻すしか手段がなく、そのためアダムズはスペインに抗議をさせて、続いてイギリス、スペイン、及びインディアンとの戦争を非難した72もの関連書類とともに公式文書を発行した。公式文書では彼は 西フロリダの選挙の件も謝罪し、スペイン領地の占領がアメリカの方針でないと言って、セントマークスとペンサコーラをスペインに返すと申し出た。スペインはこれを受け入れて、結局、フロリダ買収のための交渉を再開した。イギリスはアメリカが衆国領土に一度も入らなかった2名の処刑について異議を申し立てた。過酷な報復と賠償金の話がイギリスで起こった。 アメリカはイギリスとの新たな交戦を懸念した。結局イギリスでは経済上アメリカが支州国がどれだけ重要であるかを知り良い関係を維持することが選択された。アメリカ国内にも反響はあった。議会の委員会はアンブリスターとアーバスノットの軍事裁判の規定外の結果について公聴した。ほとんどのアメリカ人がジャクソンを支持したが、ある者は ジャクソンが馬に乗った男、ナポレオンになるかもしれないと心配した。1818 18年12月に議会が再び召集された時、ジャクソンの行動への非難が決議された。ジャクソンはとても人気があり、決議案は失敗したが、アンブリスターとアーバスノットの処刑は、彼が大統領になることを妨げるには十分ではなかったに、せよ、彼の評判に死ぬまでお点として残った。 1821年にスペインはフロリダをアメリカ合衆国に売却した。フロリダに実効的な政府はなかなか来なかった。アンドリュー・ジャクソン将軍は1821年3月にフロリダの軍事知事に任命されたが、1821年7月にようやくペンサコーラに到着した。彼はフロリダでちょうど3ヶ月を過ごしてから、 1821年9月に役職を辞め10月に家に帰った。彼の後継者のウィリアム・ P ・ドゥバルは1822年4月まで任命されず、そして彼は1822年内にはケンタッキーの自宅へ行き長期にわたって明け渡した。フロリダの領土の他の公的な役職者も同様に空席だったり不在がちだったりだった。それでも、 セミノールは新政府の課題であった。1822年初め、フロリダ領土の暫定長官で、セミノールの暫定担当者であったジョヌ・アールベル大尉は、フロリダのインディアン人口の見積もりを準備した。彼はおよそ5000人のインディアンと、彼らが300人の奴隷を保有していると報告した。彼は、米国のフロリダへの視点における、正当な根拠なしで、彼らの3分の2が、 クリーク戦争からの避難民であると見積もった。インディアンの入植地は、スワニー川に沿ったアパラチコーラ川の周りの領域に位置していて、そこから南東方面にはアラチュア大草原があり、南西方面にはわずかにタンパベイの北にかかっていた。フロリダの職員は、セミノールの状況に関する始まりに心配させられた。居留地の設立を盛り込んだ条約が調印されるまで、 インディアンは作物を植えて、収穫を期待できる場所を確保しておらず、彼らは占領した土地に移住してくるであろう、白人の不法な入居者らと競わなければならなかった。公益を認可する制度が全くなく、無免許の商人はセミノールに種類を供給していた。このように多くの問題があったにもかかわらず、フロリダ領土の職員のポストには、パートタイムが存在したり安易な人間が、 行われていたため、セミノールとの会合は中止されたり延期されたり、または単に新しいミーティングに時間と場所を設定するために時々行われるだけだった。ムールトリークリーク条約がセミノールに与えた中央フロリダの居留地1823年、政府はロードの中央部の居留地にセミノールを入植させることを最終的に決めた。 条約を取り決める会合は1823年9月の上旬に戦闘オーガスティンの南のムールトリークリークで予定された。セミノールらの主な代表にはネアマスラが選出され、およそ425名のセミノールが会合に出席した。そこで交渉された条約に関する諸条件では、セミノールは合衆国の保護のもとに自分たちを置き、 およそ400万エーカーの居留地と引き換えに、フロリダの土地に対する全ての主張を取り下げることが強制された。居留地は、現在のオカラの北部からタンパベイの南端までのラインの、フロリダ半島の中央を駆け下りるものだった。キューバやバハマ諸島からの商人との接触を防ぐため、境界は両海岸から内陸部に設置された。しかしながら、ネアマスラと、 他の5人の州長らはアパラチコーラ川沿いに彼らの村を持つことが許された。ムールドリー・クリーク条約の下では彼らが平和であり法を遵守する限りはアメリカ合衆国政府がセミノールを保護することが義務付けられた。政府は1年間セミノールに農機具、牛及び豚を分配し彼らに居留地に移動するための旅費とそれにまつわる損失を保証して セミノールが新しい作物を植えて収穫するまで食料を提供することになっていた。20年の間、部族に1年あたり 5000US ドルを支払って、また政府は20年間、通訳館、学校、及び単ヤを提供することも約束した。それと同様に、セミノールは道路が居留地内に付設されることを許容しなければならず、どんな逃亡奴隷、または、 他の逃亡者も逮捕して彼らを合衆国当局に返却しなければならなかった。条約の実現は遅れた。政府が本気で彼らを居留地に動かそうとしていることをセミノールに示すために1824年前半、不評の4中隊が駐屯するブルック砦が現在の短波の場所に設立された。しかし6月までに条約の 主な作者でそれを実行しようと準備していたジェームス、ガズデンは、セミノールは条約について不満であり、再交渉するのを望んでいることを報告した。新しい戦争の恐怖はゆっくりと忍び寄った。7月、デュバル知事は民兵を動員し、タラハシーと三日月の州長に、セントマークスで彼と会うよう命令した。その会合で、彼は、1824年10月1日までに、 居留地に動くようにセミノールに命令した。タンパベイのブルック取り出の小屋とテントセミノールは10月になってもまだ居留地に出発していなかった。デュバル知事は彼らを動かすためにセミノールに改定した保証金を支払い始めた。また彼は配給されるためのタンパベイのブルック取り出に送ることが約束された。ようやくセミノールは居留地に動き始めたが彼らの一部は 一年以内に、スワニーとアパラチコーラがあの間の彼らの元の家に戻った。セミノールの大部分は1826年まで居留地にいたが、彼らは順調ではなかった。彼らは新しい畑を開墾して栽培しなければならず、成長した作物は干ばつに見舞われた。数名のセミノールが餓死したと報告された。ブルック取の指揮官のジョージ・エム・ブルック大佐とデューバル、 知事の両者は、ワシントンに空腹のセミノールのために助けを求める手紙を書いたが、しかしその要求は、セミノールがミシシッピー側の西に動かされるべきであるかどうかに、関する討論によって止められた。その結果、5ヶ月の間、セミノールへの救援物資は一つも提供されなかった。白人との単独の衝突はあったが、セミノールたちはゆっくりと居留地に入植した。 現代のオカらの場所の居留地担当機関の近くにキングトリレが建てられ、1827年前半までに陸軍はセミノールが居留地に入ってフロリダは平和になったと報告することができた。この平和は5年間保たれた。その間、セミノールに対してミシシッピー川の西部に送るべきという要求が繰り返された。セミノールは特に彼らが クリーク同盟に参加することを示唆する、そのような移動には反対された。セミノールはフロリダを彼らの故郷と主張し、彼らにはクリーク族と一つも接触がないと否定していたが、ほとんどの白人はフロリダにその頃移動していたセミノールを単にクリーク族とみなした。逃亡奴隷の状況はセミノールと白人の間に継続する肖像であった。セミノールと奴隷の捕獲人は、 奴隷の所有権についての抗論をした。フロリダの新しい農園は、セミノールを離れて逃れてきた奴隷の人口を増加させた。インディアンの暴動、そして、あるいは奴隷の反逆の可能性が心配されたので、デューバル知事は追加の連邦政府軍をフロリダに要求した。その代わりに、キングドリでは1828年に閉鎖された。居留地で食物が不足し、 獲物を見つけるのがより困難になったセミノールは以前よりも頻繁に放浪するようになった。1828年にはセミノールの宿敵のアンドリュー・ジャクソンはアメリカ合衆国大統領に選出されました。1830年に議会はインディアン移住法を可決した。セミノールに関するすべての問題は 彼らをミシシッピー側衛星に移動させることによって解決されることになった。1832年春、居留地のセミノールは、オクラワハ川の上のペインズランディングの会合に呼ばれた。西部の土地が適当であることが分かったなら、セミノールたちは西に移動するということで、条約は交渉された。その条約は、クリークの居留地に入植することと、クリーク族の一部になることになっていた。 新しい居留地を点検することになっていた7人の州長の代表団は1832年10月までフロリダを離れなかった。数ヶ月の間領域を視察してそこですでに入植していたクリーク族と打ち合わせた後に7人の州長は1833年3月28日新天地を許容できるという声明に調印した。しかしながら 彼らがフロリガへ戻る途中で、彼らがそれにサインしていなかった、強制的にサインさせられたと主張して、州長の大部分は、生命を放棄し、ともかく、彼らは、居留地に住んでいたすべての部族と団を決定する、有利な権力を持ってはいなかった。しかし、アパラチコーラ川エリアの村は、より容易に説得されて、1834年に、西部へ移動した。セミノールの指導者、 オセオラ1834年4月、アメリカ合衆国上院は最終的にペンズランディング条約を批准した。条約はミシシッピー側以勢へ移動するため3年の期間をセミノールに与えた。政府は1832年から数えて3年間と解釈してセミノールが1835年には移動することを期待した。 キングトリデは1834年に再開した。新しいセミノール担当官のワイリー・トンプソンが1834年に任命され、セミノールに移動するよう説得する任務を負った。1834年10月、彼は西への移住に関して彼らと話すためにキングトリデに集長を集めた。セミノールらは彼らには移住する意思が全くなくて、 また、ペーンズ・ランディング条約によって束縛されているとは、感じていないことをトンプソンに知らせた。このことを、トンプソンは、インディアンは受け取った年金で、大量の火薬と導火線を購入したと報告し、キング・トリデとブルック・トリデに援軍を要求した。クリーンチ将軍も、また、セミノールは動かないつもりであり、彼らを動かせるのにより多くの軍が必要であると、ワシントンに警告した。 1835年3月、トンプソンはアンドリュー・ジャクソンからの彼らへの手紙を読むため、州長を集めた。移動を拒絶するのであれば、軍を使って強制的に移動させると、ジャクソンはその手紙に書いた。州長は30日間の猶予を頼んだ。1ヶ月後、セミノールの州長は、彼らは西へは動かないことをトンプソンに言った。トンプソンと州長は論争し始め、 そして、クリンチ将軍は流血を防ぐために介入しなければ、ならなかった。結局、8人の州長は西部へ動くのに同意したが、年末までに移動を遅らせるように頼み、トンプソンとクリンチはそれに同意した。アラチュア・セミノールのミカノーピーを含むセミノールの最も重要な5名の州長は移動に同意していなかった。しに、トンプソンは、 それらの州長が彼らの地位から免職されたと宣言した。セミノールとの関係はさらに悪化し、トンプソンはセミノール二重と弾薬の販売を禁じた。白人に注視され始めていた若い戦士のオセオラは特に禁止令に憤慨し、セミノールを奴隷と同一視されたように感じ、白人は私を黒くできないだろう。私は白人をオちで赤くして、太陽と雨で黒くして、 ハゲタカはその肉で生きると言った。これにもかかわらず、トンプソンは、オセオラが友人であると考えて、ライフル銃を彼に与えた。もっとも、オセオラが、その後問題を起こしていたとき、トンプソンは、一ンキング砦で彼を監禁した。翌日、彼の釈放を保証するため、オセオラは、ペインズランディング条約を受け入れて、彼の追随者を引きつけるのに同意した。形勢はさらに悪化した。 白人の集団は、キャンプファイアの周りに座っている何人かのインディアンを、強襲した。さらに2名のインディアンが襲撃の間に来て、白人に発砲した。3名の白人が負傷し、インディアン側は1名が殺され、1名が負傷した。1835年8月、ブルック・トリデから、キング・トリデまでの手紙を運んでいた兵士の金ズレイ、ダルトンは、セミノールによって殺された。 11月、戦争を望まなかったチャーリー・エマスラ州長は、彼の部族のメンバーを船で西に行かせるために、ブルック砦に部族を導いた。これは裏切りであると他のセミノールは考えた。オセオラは、街道でチャーリー・エマスラに会い、彼を殺した。セミノールは、移住に抵抗するであろうという認識が染み込んだ時、フロリダは軍備を整え始めた。 セミノールが農園と民兵の滅ば者を攻撃したとき、住民は安全に逃げた。フランシスエルデイド少々指揮下の総計108名の2、中隊がキングトリデを補強するためにブルックトリデから派遣された。1835年12月28日、セミノールは兵士を擁撃して、司令を破壊した。2名の兵士だけがブルックトリデに戻り、1名は数日後に負傷により死亡した。 この後数ヶ月にわたって、クリンチ、ゲーンズ、ウィンフィールド・スコットラの司令官と、知事のリチャード・キース・コールは、多くの軍を率いて、セミノールを追跡したが無駄に終わった。そうこうしているうちに、セミノールは、州全体で暴れ出し、孤立した、農場、開拓地、農園、陸軍の要塞を攻撃し、ケープフロリダの東大に放火までした。 供給の問題と下記に起こる高い確率の疾病のため、軍はいくつかの取り出を捨てた。1836年の終わり、トーマス・ジェサップ少将は戦争の指揮に配属された。ジェサップは新しいアプローチを戦争にもたらした。セミノールを力づくで抑え込むために大きい渋滞を出す、片通りの戦いの代わりに、彼はセミノールをすり減らすことに集中した。これは、フロリダに、 大きな軍の駐留を必要とし、j サップは結局9000人以上の軍を指揮することになった。軍のおよそ半分は志願兵と民兵だった。それには海岸、内陸河川及び小川をパトロールさせるために海兵隊の旅団、海軍、レベニューマリーンの人員も含まれていた。1837年1月、戦争に変化があった。ざまな作戦によって、 多くのセミノールとブラックセミノールが殺され、捕らえられた。1月の終わり、数名のセミノールの州長がジェサップにメッセンジャーを送り、休戦が整われた。3月に幸福は、ミカノピーを含む数人の州長によって合意され、セミノールが西部へ移住する際に、彼らの仲間と、彼らの黒人奴隷、彼らの誠実な特性も同伴されることが規定された。 5月の終わりまで、ミカノピーを含む多くの州長が降伏した。しかし二人の重要なリーダー、オセオラとサム・ジョーンズは降参せず、猛烈に移住に反対した。6月2日、彼ら2名のリーダーは、およそ200人の追随者と共に、防備が不十分なブルック砦の捕虜キャンプに侵入し、そこで降伏した700名のセビノールを連れ去った。戦争は再び起こり、 ジェサップは二度とインディアンの言葉を信じなかった。ジェサップの命令で、コアクーチェ、オセオラ、およびミカノピーを含む数人のインディアンのリーダーは、彼らが急戦会議に出廷した時に捕らえられた。コアクーチェと他の多くの捕虜は、戦闘ガスティのマリオントリデの仲間たちによって逃げることができたが、オセオラは彼らと一緒に逃げなかった。ジェサップは、 複数の渋滞による半島の一層を組織化し、セミノールはさらに南に追いやられた。1837年のクリスマスの日、ザカリー・テラー大佐の800名の渋滞は、オキー・チョビーコの北の岸で、およそ400セミノールの大群に遭遇した。サム・ジョーンズ、アリゲーター、そして逃亡したばかりのコアクーチェが率いるセミノールは、総グラスに囲まれたハンモックで良い位置に着いたが、 セミノールは結局ハンモックから追い出され、湖を渡って逃げた。それでもテイラーの軍は26名が殺され112名が負傷した。一方で、セミノールの犠牲者は11名の死者、14名の負傷者であった。それにもかかわらず、このオキイチョビーコの戦いは、テイラーと彼の軍隊の大勝利として迎えられた。1月の終わり、ジェサップの軍はセミノールの大集団を、 オキイチョビーこの東まで追い詰めた。セミノールは当初ハンモックに陣取っていたが、砲撃によって彼らは広い小川の向こう側に退却し、そこで別の夫人を組んだ。最終的にセミノールは退却し、多くの死傷者を出して、638位の戦いは終了した。1838年2月、セミノールの州長のタスキギーとハレックハジョは彼らが オキーチョビー湖の南に滞在することができるなら、休戦をしても良いという提案を持って、ジェサップに接近した。ジェサップはその考えを指示したが、承認のためには、連邦政府に文書を書かなければならなかった。州長と彼らの追随者は、回答を待っている間、軍の近くに八重した。連邦の陸軍長官がこの考えを拒絶した時、ジェサップは、キャンプの500人のインディアンを取り押さえ、 彼らを西部に送還した。5月、四季の軽減を求めたジェサップの要求は承諾され、ザカリー・テイラーはフロリダの陸軍の指令を引き受けた。減少したフロリダの兵力とともに、テイラーは北フロリダ全域に 30km 置きにたくさんの小さな杭を作り、北フロリダにセミノールを侵入させないようにすることに集中した。その冬はかなり静かであった。 事件と小競り合いは引き続き起こったが主要な動きは何もなかった。ワシントンとアメリカ全土では戦争を支援する考えが浸透していた。多くの人々がセミノールがフロリダにいる権利を得たと思い始めていた。戦争は終わらずコストも甚大だった。マーティン・バンビューレン大統領はセミノールと新しい条約を交渉するため、 陸軍総司令官のアレクサンダー・マコムを派遣した。1839年5月19日、マコムはセミノールとの合意に達したと発表した。セミノールは南フロリダでの居留地と引き換えに休戦することになった。1839年の夏が過ぎた頃、協定は成立しているように思えた。7月23日、およそ150人のインディアンがカルーソ8川の上の 公益書を攻撃した。警備していたのは、ウィリアム・ハーニー大佐率いる23名の文献隊だった。ハーニー大佐を含む数名の兵士が川に達して逃げるためのボートを見つけることができたが、ほとんどの兵は公益上の数人の民間人と共に殺された。多くの人がこの攻撃を茶会家が率いるスペインのインディアンによるものと主張し、他の者は 実際にマコムとの合意に達した三日月の一団を率いるサム・ジョーンズを疑った。サム・ジョーンズは33日後にこの攻撃の責任者をハーニーに引き渡すことを約束した。その時が来る前にサム・ジョーンズのキャンプを訪問した2名の兵士が殺された。新しい戦術の試みとして陸軍はインディアンを追跡するために犬をブラッドハウンドに変えていたが、この成果は悪かった。 テイラーが始めた北フロリダの防災と巡回の制度は、セミノールを活動的にしただけで、地域から彼らを追い出すことはできなかった。1849年5月、以前の指揮官よりもずっと長い間フロリダ戦争に、勤めたザカリー・テイラーは、転勤の要求を承諾され、今度は、ウォーカー・キース・アーミステッド巡承に引き継がれた。夏の間、活発に行動し、 アーミステッドはすぐに、好戦的になった。陸軍は、セミノールの隠れキャンプを求めて、草原を焼き払い、馬、牛、豚を追い払っていた。夏の半ばまでには、陸軍は500エーカーのセミノールの工作地を、破壊していた。海軍は、川や小川、エバーグレーズの中で活躍する船員と、海兵隊員が、戦争でより大きい役割を果たしていた。 1839年後半に海軍中尉のジョン・ティ・マクラフリンはフロリダで展開する陸海軍共同の水陸両用の軍の指令を与えられた。マクラフリンはフロリダ・キーズ諸島の北方のティーテーブルキーに彼の基地を設立した。マクラフリンの軍隊は1840年12月から1841年1月の中旬まで移動し、 丸木船で東から西までエバーグレーズを交差して横断した最初の白人の集団となった。インディアンキーはフロリダキーズ諸島北方の小島。1840年に新たに作られたデード軍の軍都で破損した港だった。1840年8月7日、早朝、スペインのインディアンの大きな一団はインディアンキーに潜入した。偶然、 一人の男性がインディアンを見つけ、警告した。島に住んでいたおよそ50名のうち、40名は逃げることができた。死者には、メキシコのカ官兵チの元アメリカ合衆国領事、ヘンリー・ペリン博士が含まれていた。ペリンは、議会が彼に与えた93平方メートルの本土の土地が安全になるまで、インディアンキーで待機していたところだった。T テ,テーブルキーの海軍基地には、 医師と彼の患者、及び彼らの世話をする海軍小移行補正以下の5人の船員しか配置されていなかった。このわずかな発見団は、はしけ船に一連の大砲を取り付けて、インディアンキーのインディアンを攻撃しようとした。インディアンは船員に向かって、海岸の大砲に装填されたマスケット団で打ち返した。大砲の跳ね返りでは死け船は壊れ、大砲は水の中に入り、 船員たちは後退を余儀なくされた。徹底的な略奪の後、インディアンはインディアンキーの建物を燃やした。1840年12月、90名の兵士を率いるハーニー大佐は、エバーグレースの奥深くで、茶会家のキャンプを発見した。茶会家は殺され、彼の団の兵士の何名かは、公主刑にされた。アーミステッドは、 州長を降参させるアイロンに使用するための5万 5000US ドルを持っていた。タラハシーの州長、エコー、エマスラは降参したが、タイガーテールが率いるほとんどのタラハシーは降参しなかった。コーサとステヌギーは彼の60名の一団を助けるため、最終的に 5000US ドルを受け入れた。より少ない州長たちは 200US ドルを受け取り、そして、 すべての戦士が 30US ドルとライフル銃を手に入れた。1841年春、アーミステッドは450名のセミノールを西部に送還した。別の236名はブルックトリデで送還されるのを待っていた。アーミステッドは彼の就寝在職の間に120人の戦士を西部に送り、フロリダに残っていたのは300人未満の戦士であると見積もった。 1841年5月、フロリダの陸軍指揮官として、アーミステッドから、ウィリアム・ジェンキンズ・ワース大佐に変わった。国と議会でこの戦争は不人気であったので、ワースは予算を削らなければならなかった。陸軍のおよそ1000人の民間からの雇用兵を解雇し、小さい指令は統合された。ワースは、夏の間、サーチデストロイという任務を彼の兵士たちに、命じて、 それは事実上、北フロリダに残っていた多くのセミノールを退去させた。陸軍によって加えられた圧力の継続は効果的だった。セミノールの集団の中には、飢餓を避けるために降伏する者も出た。二回目のコアクーチェを含む他の者は交渉するために来た際に捕らえられた。大きな賄賂は、他の者に降伏を説得するコアクーチェの協力を保障した。 1842年初め、ワース大佐は残っているセミノールに平和のままでいることを進めて、その後彼は終戦を宣告する承認を受け、残っているセミノールをフロリダ南西部の非公式の居留地に残したまま、1842年8月14日に終戦宣言をした。同じ月に議会は武力占領条例を可決した。それは土地を開墾する移住者には、 無料の土地をを与え彼らら自身身ががインンディアンから身を守ることが準備された1842年の終わりにはフロリダ南西部の居留地以外に居住する残りのインディアンを集め西部に送還した。1843年4月までにフロリダでの軍は一連隊にまで減少した。1843年11月までにワースはフロリダに残っている。 唯一のインディアンは、居留地で生活する、およそ95人の男性と、およそ200人の女性と子供であり、彼らはすでに脅威ではないと報告した。第二次セミノール戦争は、最大4000万ドルかかったと言われている。4万人以上の正規のアメリカ軍、民兵、及び、志願兵が従軍した。軍事行動中、300人以上の正規アメリカ陸軍、海軍、 および海兵隊の人員が55人の死願兵と共に殺された。そしてそれ以上の人数が疾病または事故で死亡した。セミノールの戦死者の数に関する記録は全くない。多くのセミノールが病気か飢餓のためにフロリダで西部のインディアン居留地に行く途中にあるいは西部に到達してから死亡した。戦争中数は不明ではあるが明らかに かなりの数の白人の民間人がセミノールによって殺された。フロリダに平和がやってきた。インディアンはほとんどは居留地に滞在していた。不法入居者は居留地のより近くに移りつつあり、1845年、ジェームズ・ポーク大統領は居留地の周りの20マイルに広い干渉地域を設けた。干渉地域の中では土地を要求することができず、 土地所有権は発行されず、連邦保安官は要求を受けて、干渉地域から不法入居者を退去させることになった。1845年、ブルックリデデで商店を経営していたトーマス・ピー・ケネディは、インディアンのためにファイン島の彼の玉を公益所に変えた。しかし公益所は順調ではなく、なぜなら、インディアンにウイスキーを販売した白人たちが、彼らがケネディの店に行けば、 捕らえられ、西部に送られる送られるといったためであった。フロリダ当局は、フロリダからすべてのインディアンの退去をうるさく求め続けた。一部のインディアンは、白人との接触をできるだけ制限しようとした。1846年、ジョンティス・プラグ大員は、フロリダのインディアン問題の担当として配置された。州長らと彼が会う際に、彼は大きな問題を抱えていた。戦中でも、 しばしば州長を捉えていたので、インディアンは陸軍を非常に信用していなかった。八百四十七年、彼は農場の襲撃のレポートを調査している間に、何とかして州長全員に会った。彼は、フロリダのインディアンは百二十人の戦士がいると報告した。それらは、ビリー・ボーレグスの団に七十名、サム・ジョーンズの団に三十名の三日月、チプコの団に十二名のクリーク、 4名のユチ、及び4名の直党を含んでいた。また、彼は、100人の女性と140人の子供がいたと、見積もった。パイン島の公益所は1848年に、全焼し、そして1849年、トーマス・ケネディと彼の新しいパートナー、ジョン・ダーリングは、ピース側の支流である、現在のパインズクリークに、公益所を開く許可を与えられた。この時、 インディアンの一つの団は、居留地の外で暮らしていた。アウトサイダーズと呼ばれる、この団は、チプコのリーダーシップの下に、20名の選手から、なっていて、5名のマスコギ、7名の三日月、6名のセミノール、1名のクリーク、および1名のユチを含んでいた。1849年7月12日に、この団の4人のメンバーが、 冷アストリのすぐ北のインディアン川で農場を攻撃し、一人の男性を殺して別の男性と女性を負傷させた。この襲撃に関するニュースでフロリダの東海岸の人口の多くが戦闘ガスティンに逃げた。7月17日にインディアン川で農場を攻撃した4名の部外者およびインディアン川にいなかった5番目の男性はケニリとダーリングの店を攻撃した。 ペイン隊員を含む店の二人の労働者が殺され、彼らの子供に隠れているようにエスコートしていた別の労働者と彼の妻は負傷した。アメリカ合衆国陸軍はインディアンを従事させる準備がなかった。フロリダにはわずかな兵士しか配置しておらず、彼らが白人入植者を保護してインディアンを捕らえることができた場所に素早く彼らを動かす手段は一つもなかった。戦争省は フロリダで新しい増強を始めた。司令官にデビッド・ E ・トゥイグス少将を配置し、州は入植地を警備するために2つの騎馬中隊を招集した。インディアンを西部に移動させるよう努めていたジョン・ケイシー隊員は・タイはシャーロット港でトゥイックス司令官とインディアンのリーダー数名との会合をセッティングすることができた。その会合でビリー・ボーレグスは 他のリーダーの承認をもって30日以内に攻撃に責任がある5名の男性を陸軍に引き渡すことを約束した。10月18日、ボーレグスは逃亡しようとした時に立ち切られた一人の男性の手と共に3名の男性をトゥイックスに引き渡した。5番目の男性はトライタが逃げた。ボーレグスが3人の殺人者を引き渡した後、インディアンが驚いたことに、 トゥイックス司令官はフロリダから彼らを退去させるよう命令されていたとインディアンに言った。政府は強制移住を実行するために3つの戦術を適用した。フロリダの陸軍は1500名に増加した。10万ドルはインディアンの移住を増和するために充てられた。最終的にセミノールの州長の代表団がフロリダの彼らの対応者と交渉するために インディアン巡州から連れて来られた。結局、三日月の副州長のカピクトゥースーツェは彼の親族を西部へ導くことに同意した。1850年2月、74人のインディアンが船でニューオリンズへ向かった。彼らは賄賂で合計 15,953US ドルとフロリダに残された県での保証金が支払われた。その後、関係を悪い方にさせたに、 三の事件があった。カピクトゥースーツへと彼の団が降伏していた時に同時に交易に行っていたマスコーギとミカズキは不法意にニューオリンズに追放された。そうして3月に第七歩兵隊の騎馬文献隊は居留地に入った。その結果他のインディアンは交渉者との接触を断った。4月までにはトゥイックスはインディアンにこれ以上西部に移住することを説得する。 望みは全くないとワシントンに報告していた。1850年8月、フロリダ中北部の農場で生活する親のない少年が明らかにインディアンによって殺された。最終的に事件に関する十分な苦情は、加害者のインディアンの引き渡しの命令を陸軍長官に引き起こすべく、または大統領が部族全体に責任を負わせるべく、ワシントンに届いた。 KC 隊員は、ボーレグスと話し、4月に会合をセッティングすることができた。ボーレグスは、責任がある男性を渡すと約束したが、彼らは明らかに、チプコの団のメンバーで、ボーレグスはそれについて、権限を全く持っていなかった。チプコは、可能な殺人者として3人の男性を引き渡すと決め、そして、マイヤーズ取り出で取引するために現れたとき、逮捕された。 身柄を拘束した時に3名の男性は無実を訴え、チプコが彼らを好きではなく、チプコの男の他の男性が実際の殺人者であると言い、ケーシー隊員はそれを信用した。3人の男性は短パの刑務所から逃亡しようとしたが、捕らえられ、鎖で繋がれた。後に彼らは首を吊っているのが発見された。1名は発見時にまだ生きていたが、 翌日まで持たなかった。コミュニティでは、3人の男性を鎖で繋いだ巡査は、1849年のパインズクリークの虐殺の時、ケネリとダーリングの店で殺された男性の一人の兄弟の義父であると述べられた。1851年、ルターブレイク将軍は、インディアンを西に動かすため、内務長官に任命された。彼は、ジョージアからチェロキーを外すことに成功しており、 おそらく、セミノールを取り外す仕事をできた。彼には、賃金へ、すべての成人男子に800ドル、すべての女性と子供に450ドルの資金を供給していた。彼は、通訳を探しに、インディアン巡州に行き、1852年3月に、フロリダに戻った。彼は、インディアンのすべてのリーダーに会うために遠く、野原に入って、7月までには16人のインディアンを、 西部に送った。ビリー・ボーレグスがフロリダにしつこく居座っていたので、ブレイクは、ボーレグスと、他の数人の州長をワシントンに連れて行った。ミラード・フィルモア大統領はメダルを、ボーレグスに与え、そして、彼と他の3人の州長がフロリダを去るために、有望な協定に調印するように説得した。州長たちは、ボルチモア、フィラデルフィア、ニューヨークシティなどを観光させられた。 フロリダに戻ると州長らは彼らがワシントンで上院した協定を拒否した。ブレイクは1853年に解雇され、代わってケーシー大尉がインディアンの強制移住を担当するために戻ってきた。1851年1月にフロリダ立法府はフロリダ民兵の指揮官の地位を作成し、トーマス・ブラウン知事はベンジャミン・ホープキンスをそれに任命した。次の2年間、 フロリダ民兵は、距離打ち協会の外にいたインディアンを追跡した。この期間、民兵は一人の男性、数人の女性、および140の豚を捕らえた。民兵に捕まっている間に、一人の年老いたインディアンの女性が、彼女の家族の残りが逃げた後に自殺した。州は、全体の作戦に4万 US ドルを費やした。フロリダ当局からの圧力は、 さらに一度、行動を取るために、連邦政府を押した。KC 大医は、西部に動くようにセミノールを説得しようとし続けたが、運が悪かった。彼は再び、ビリー・ボーレグスと、他の者のをワシントンに送ったが、州長は、移住に同意するのを拒否した。1854年8月、ジェファーソン・デイビス陸軍長官は、最終的な闘争に、 セミノールを向かわせる計画を新たに立てた。計画は、インディアンとの金融措置、南フロリダの土地の調査と販売、そして新しい入植者を保護するための陸軍の配置を含んでいた。デイビスは、インディアンが去ることに同意しないのなら、陸軍が武力行使すると言った。1855年後半までには、フロリダ半島に配置された700以上の陸軍部隊があった。 その頃、セミノールは、彼らは、彼らに対して増加する圧力に逆襲することを決め、機械が到来した時には攻撃することを決めた。サム・ジョーンズは、この決定の先導者であったと言われていて、チプコはそれに反対していたと言われる。1855年12月7日、以前に居留地の巡視隊を率いた、ジョージ・ハート・サフ少尉は、10名の兵士と2台の馬車と、共に、 マイヤーズトリデを出発した。彼らはセミノールに遭遇しなかったが、トウモロコシ畑とビリー・ボーレグスの村を含む3つの、錆びれた村を通り過ぎた。12月19日の晩、ハートサフは、その翌日には、マイヤーズトリデに戻ることを彼の兵士に告げた。兵士が翌朝に馬車に積み込んで、それらの馬に蔵を置いていたとき、ビリー・ボーレグスによって導かれた40名の、 セミノールがキャンプを攻撃した。隠れようとしたハートサフ注意を含む数名の兵士が撃たれた。セミノールはキャンプの4名の兵士を殺して頭皮を剥ぎ、馬車用のラバを殺して略奪し、馬車を燃やして数頭の馬を盗んだ。7人の男性、マイヤーズトリデに引き返した。この攻撃のニュースが短波に達した時、都市の人々は民兵の召喚を選出して、 中隊を組んだ。新たに形成された民兵は、ピース川流域を更新して、より多くの兵士を募集して、川に沿った、いくつかの取に配置した。ジェームス・ブルーム知事は、できるだけ多くの志願兵中隊を組織化し始めた。州には限られた資金があったので、彼は陸軍に志願兵を受け入れさせようとした。ジェファーソン・デイビス陸軍長官は、二つの不評中隊を受け入れ、 そして、およそ260名の兵士の3つの馬中隊を取り付けた。ブルーム知事は国家の管理下に別の400名の兵士を動員しておいた。個人の寄付により、州の軍は一部武装して供給された。ジェシー・カーター司令官は、州の軍を率いるために、軍事のランクのない特別なエージェントとして、ブルーム知事によって任命された。カーターが作物を作るのに、 州の軍の半分を動員したので、彼の唯一の200名の男性が巡視に利用、可能だった。騎馬巡視隊は、馬で行くのが簡単な、広々とした平野をパトロールすることを好んだが、しかしそれは、セミノールたちに、彼らが来ることを分からせた、とンパの新聞は記事にした。百五十六年一月六日、ザミアウマイアミ川の南に集めていた二人の男性が、 殺された。地域の入植者たちは即座にガラストリトキービスケーンに逃げた。オクセンタステノッキーの下のおよそ20名のセミノールの一団はディナウドトリの外で木々を伐採していた巡視隊を攻撃して6名のうちの5名を殺した。地域を防御するための民兵ユニットの配置があったにもかかわらずセミノールはまたタンパベイの南の海岸に沿って強襲した。 彼らは現在のサラソータで一人の男性を殺して家を燃やし、1856年3月31日に彼らは現在のブレーデントンにあるジョゼフ・ブレーデン博士の農園の家であるブレーデン城を攻撃しようとした。彼らにとって城は強すぎたが彼らは7人の奴隷と3頭のラバを連れ去った。囚人と戦利品を背負い込んでセミノールは早く動けなかった。 彼らが見つけて虐殺した牛の肉を焼いて食べながら、ビッグ、チャーリーやポップカクリークで休止していた間、民兵が追いついた。民兵は2名のセミノールを殺して、ブレーデン博士の農園から連れて行かれたドレートラバを再び捕らえた。死んだセミノールの一人の頭皮は、タンパに、もう一人のは、マナティに掲示された。4月に、正規軍と民兵は、 居留地の中と周辺をパトロールしたが、少しのセミノールにしか接触しなかった。4月、6時間にわたる一戦がボーレングスタウン近くで交えられ、セミノールが撤退する前に4名の正規兵が殺され、3名が負傷した。セミノールは、州の至るところで小さい襲撃を実行し続けた。1856年5月14日、15名のセミノールが タンパの北のロバート・ブラッドリーイの農家を攻撃して二人の幼い子供を殺した。一名のセミノールはブラッドリーによって殺害された。第二次セミノール戦争の時に彼がタイガーテールの兄弟を殺していたので、ブラッドリーはセミノールの報復の対象とされたとみられる。5月17日、セミノールはフロリダ中部でホロバ社の一団を攻撃して、 三人の男性を殺した。軍が保護を提供することができるまで、短波発着の郵便と駅馬車のサービスは中断した。1856年6月14日、セミノールはミードトリデから2マイル離れたところの農場を攻撃した。すべての世帯が家で安全にしていたので、彼らはセミノールを寄せ付けなかった。ミードトリデ放火が飽きかれ、七人の騎馬民兵がこれに応じた。 三人の民兵が殺されて他の二人が負傷した。これまで以上の多くの民兵がセミノールを追跡したが、突然の雨が彼らの火薬を濡らして後退しなければならなかった。6月16日、フレーザー取の20人の民兵がピース側に沿ってセミノールの集団を驚かせ数名のセミノールを殺した。二人の死者と三名の負傷者を出した後に民兵は撤退した。 彼らは多くて20名以上のセビノールを殺したと主張したが、インディアンは4人の死者と2名の負傷者だけを確認した。しかし、死者の一人は、オクセンタステノッキーであり、オクセンタステノッキーは、活発に入植地に対して攻撃を導く、唯一の宗長と見られていた。フロリダの市民は民兵に厳滅するようになった。民兵は1日か2日間巡視して、 彼らの農場で働くために家に帰ること、そして彼らの怠慢、命定、及び盗みに関する苦情があった。職員が必要な文書業務を提出するのは不法にで、あると報告された。最も重要な点では、民兵は入職者への攻撃を防いでいなかった。1856年9月、ウィリアム・ S ・ハーニー准将は、連邦軍の指揮官として、フロリダに戻った。彼は、 第二次セミノール戦争で学んだ教訓を覚えていて、フロリダ中に並べた砦のシステムを設置し、巡視はセミノールの領土深くに移動した。彼はセミノールをビッグサイプレススワンプとエバーグレーズに制限することを計画していて、彼らは雨季の間そこに住むことができないと信じていた。彼らが水浸しになった土地から作物が育つ、乾いた土地に移動したとき、 インディアンを捉えることができると予期した。ハーニーの計画の一部は湿地帯の島と他の乾いたスポットに到達するためにボートの使用を伴った。彼は最初にセミノールと交渉するもう一つの試みをしたが彼らに接触することができなかった。1857年1月上旬、彼は活発にインディアンを追跡するように軍に命令した。しかし4月に ハーニーの計画は、カンザス州での暴動を救うために彼と第五歩兵隊がカンザスに移動する時まで、わずかな結果しか示していなかった。ガスタウス・ルーミス大佐は、フロリダで、ハーニー司令官の公認の指揮官となったが、第五歩兵隊の体質は、彼に第四歩兵隊の銃の中隊だけを残した。ルーミスは、ボート中隊に志願兵を組織し、特に、 ビッグサイプレススワンプとエバーグレーズで使用するために建造されていた金属製のアリゲーターボートはこの中隊に与えられた。両端からの全長は30フィートで最大16人の兵士を湿地帯の中に乗せることが可能だった。これらのボート中隊は多くのインディアン、主として女性及び子供を捕らえることができた。正規軍はうまくいかなかった。 アブナーダブルデー隊を含む召喚の中には、セミノールが容易に陸軍巡視を避けたのを観測した人もいた。ダブルデーは、これを歌詞官兵の大部分が森林における技能を全く持っていなかった、最近の入植者であったという事実の結果と考えた。1857年にフロリダ民兵の10個の中隊は、9月までに合計およそ800名の兵士が、 連邦の任務に連れて行かれた。11月、これらの軍は、ビリー・ボーレグスの一団の18名の女性と子供を捕らえた。また、軍は、発見された、いくつかの町と工作地を破壊した。軍は1858年の元日に、ビッグサイプレススワンプに移り始め、再び発見した町と工作地を破壊した。インディアン巡州からの別の代表団は、1月に、 フロリダに到着して、ボーレグスに連絡することを試み、連絡が取れた時に、軍は撤退した。前年に、最終的に、インディアン巡州に、クリーク族とは別々の彼ら自身の居留地を、セミノールに与えた。それぞれの戦士に 500US ドル、各女性には 100US ドルの現金の支払いが、約束された。3月15日に、 オーレグストア神話の一団は申し出を受け入れ、西部へ行くことに同意した。5月4日、合計163名のセミノールをニューオリンズに送還した。1858年5月8日にルーミス・大佐は戦争は終結したと宣言した。ルーミス・大佐が第三次セミノール戦争の終わりを申告した時、100名のセミノールだけがフロリダに残っていたと信じられていた。 1858年12月、残っているインディアンを西部へ動かすための別の試みをした。1859年2月15日、合計して75名のセミノールの2つの団が来て、西部に出発した。しかし、まだ、セミノールは、フロリダにいた。サム・ジョーンズの団は、フロリダ南東部に、マイアミとフォート・ローダーデールからの内陸部で生きていた。 陸軍と民兵はその場所を見つけていなかったが、チプコの団は、オキーチョビーコの北に住んでいた。個々の家族は、南フロリダの小宅地の向こう側に点在していた。戦争が公式に終わって、残っているセミノールが静かなままであったので、民兵は家に帰り、正規の陸軍部隊を再編成した。セミノール戦争によって作られた取り出のすべてが使用を、中止され、何か、 使用可能な材料のために入植者たちによってすぐに剥ぎ取られた。1862年、州は南北戦争でセミノールたちを中立に保たせようと試み援助の約束するためサム・ジョーンズに連絡した。州は約束を最後までやり通さなかったが、セミノールは別の戦争で戦うことに興味がなかった。1868年のフロリダ憲法は、 集会員に一議席、衆上院に一議席をセミノールに与えたが、セミノールはその地位につくことはなく、1885年の議会でこれらの部分を削除した。ありがとうございます。